こんにちは、ヨハルンです。福岡の方からこちら、何かをいただきました。ありがとうございます。早速いただきます。はい、今来ましたね。まずこちら、お手紙ですね。そしてもう一つ、お、なんとこれは何でしょう。こちら、じゃーん、おお、クッキーだね。こうカエルの口の中にクッキーいっぱい入ってますよ。じゃあまずね、お手紙の方を読ませていただきます。じゃん。いや、ホルンさん、ホルンさんだけで読んでくださいということなので、じゃあここから先は俺だけは読みます。はい、今読みました。うん、ちょっとね、ブログの方にこう、あの内容にはね、あまりこう触れないようにっていうかね、この中身がわからないようにね、何かこうメッセージをね書こうと思う。うん、ね、この手紙ね、誰も見せないよ。うん、でさね、クッキー作ったのね。すげえ手作りじゃん。ね、美味しくなかったらポイしてくれて大丈夫って書いてあるけど、しません。でさ、クッキーね、クッキー焼いてみたってさ、手作りなんだね。じゃあ早速いただきましょう。すごい、なんかこの入れてあるのも可愛いよね。じゃあ開けるね。お、開いた開いた。どうだろう、見えるかな。あのね、めっちゃいい香り、すごい美味しそうな香りするよ。あ、なんかちょっとずつ違うね。あ、じゃあね、これいこうかな。ね、このチョコチップ、あのね、甘いね、香りがすごいいい香り。ね、これ作ったんだね、すごいね。じゃあちょっと、大きいんで、ちょっと軽く割ってみますね。では、いただきます。あのね、めっちゃ美味しい。すごいね、サクサクしててね、こう甘さが絶妙だね。お菓子作り得意なんだね。いや、ほんとね、美味しいよ。ちょっとね、これ一個で全部いきたいんだけど、その前にちょっとね、違う味も試してみたいからね。これいこうか。ねえ、こっちも美味しそう。あ、こっちもね、すごいいい香りする。で、ちょっとね、ほんとね、綺麗なまん丸なんだけどね。ちょっとね、これ一口でいけないから、ちょっとね、割らせていただくね。はい、一口サイズにカットしました。じゃあ、こっちの味もね、いただきます。あのね、これも美味しいわ。すごいよね、これ作れるってね。じゃあ、もう一つね、このプレーンな味をいただこうかな。うん、美味しい。なんかね、美味しいしか言葉使ってないからね、もうちょっとなんか、ね、いろんな言葉を使って表現した方がいいかな。うん。こう、なんていうの、この味のバランス、多分ね、本当にね、ちょうどいいんだよ、すごく。うん。あのね、食感もすごくね、サクサクしててね、サクサク感がこう、また楽しいわけですよ。うん。あのね、本当にね、美味しい。いや、これね、一気に食べちゃいそうだね。あえてね、選ぶとしたら、やっぱり俺、このチョコチップが一番好きかな。本当に作ってくれてありがとうね。うん。まあね、まだいっぱいあるからさ、うん。動画の編集中とかにね、ゆっくりいただくね。うん。まあこれもね、俺が一人で独占して全部ね、食べるんで。うん。本当に美味しいよ。さっきブログでって言ったけど、ちょっと一言だけ。うん。で、あなたの大切な夢ね。うん。この夢はね、大事に取っといてほしいな。俺はね、無理じゃないと思うよ。なんで無理じゃないと思うかっていうと、こうあなたとね、まあ、あなたのことはこう前にさ、いろいろ教えてくれたじゃない。うん。ね、その、なんていうか、状況と似たような、ね、近い状況を経験して、まあ、この、そのね、あなたとこの同じ夢を、うん、叶えた方っていうのがね、結構俺はね、知ってるよ、一人二人とかじゃなくて、うん。この夢はね、まあ、なんかこうさ、今すぐに叶えるとかそういう話じゃないじゃない。うん。だからこの夢はね、大事に温めて、うん、大事に取っといてほしいな。うん。はい、ということで、お手紙とクッキーありがとうございます。ね、お手紙はね、また後でゆっくりさ、またじっくり読ませてあげるからね。うん。ね、クッキーさ、ほんと美味しくてびっくりしたよね。ありがとうね。うん。じゃあ今日はね、まあこの後でクッキー祭りを一人で開催したいと思います。ね、ほんとありがとう。うん。ということで、ゆうゆう本でしたべ、ありがとう。チャンネル登録お願いします。